どうも、エレラリトです。はい、こんにちは、福田です。よろしくお願いします。さあ、福田さん、今回のテーマは何でしょう。今回ですね、こちら、はい、一般ミスリソのやるせないシーンランキングです。こちら行きましょう。そうね、はい、まあ、ずっとやるせないですから、この話は。はい、じゃあ僕のやるせないシーン第3位はこちらです。はい、小黒太鼓が野崎遥に謝るシーンですね。まあね、遅いんですよ、やっぱ謝るのは。最初にね、こういう気持ちになっててくれれば何も起こんなかったのに、ここまで来ないと謝れなかったっていうね。太鼓の、なんつうかね、謎にでもこいつ、はるかはね、たえちゃんだけやろうとしないんですよね。そうなんだよね、最初話しかけてくれたからみたいな、ね、感じなんですけど。そうなのよ、そこはちょっと分かんないですよね。まあだからまあこうなったら生きていく方が辛いみたいなことなのかね。まあこいつが一番悪いですけどね。まあ発端ではありますからね。すごいですよね、本当に。じゃあ私はですね、まああれですね、普通にラストのあのはるかのおじいちゃんがね、車の中で、はるか、はるか、そろそろはるか来るよっつってね、はるかでしょ、死んだはるかとね、話してるんですよね。ごめんな、気づいてやれなくてみたいな ね、 そうなんですね。おじいちゃんどこ行くんでしょうね、これ。あったかいところに。ここは寒すぎるんで、やっぱり。どこか暖かいところにね。なんか出るみたいな話してる。まあ、もともと東京に引っ越すみたいなことは言ってたんでね。まあ、ついにね、はるかもいなくなってしまって、おじいちゃんだけで。いや、一人ですよ。一番悲しいですよね、息子も。全員死にましたから、あれな、おじいちゃんは違うところに住んでたってことか。住んでたのを、なんか、両親がいなくなっちゃったから、はるかのために来たってことですよね。じゃあ僕の第2位はこちらですね。相葉充が暴力を振るう父親から守った母親に冷たくされるシーンですね。まあね、かわいそう。まあこれはまあ、こんなんされたら、ねえ、死ねよって言われちゃってますから。そうなんですよ、守ったのに。まあ、得てしてこういうことですから ね、まあ、ね、やっぱりね、守っていいことないですよ。はい、守ってほしいときは助けてって言ってくるんでね、なんかね、出来上がっちゃった関係だったってことですよね。はい、これはね、ちょっとね、ひかるくん、みつるくんですね、みつるくん、みつるくんがちょっとね、フライングしちゃいましたね。まあしょうがないんですけどね。そんなにお父さんのこと好きだったんだっていう。いや、まあそうなんじゃないですか、やっぱり。ずいよな。はい、僕はですね、たえこちゃんのラストシーンね、ボコボコされてね、最後足掴むんですけどね、踏まれてね、そうね、でこんな手じゃもう噛み切れないよって言ってね、死んでいくんですね、美容師になりたかったっていうね。美容師になりたかったっていうね。たえちゃん生き残りそうだったけど死にましたね。まあそれはあいつにやられるでしょうね。ルミの映画生きてるんだ。映画生きてる。これボロボロになっても卒業式してるから一人だけ、ボロボロで一人だけ生き残ってるってこと。手に包帯巻いて、あ、でもこれ、あ、でもこれは死亡したか、さすがに。死んだ描写雪に埋もってなかった、なんか、あれ、お父さんとお母さん見てなかったっけ、最後。見つけてなかったっけ。見つけてたっけ、あ、そうか、見つけてたか。でも、死にましたね、たえちゃん。あ、見つけてる。たえちゃん死亡。もう、布団の中。それ生きてるかもってこと。可能性あるかも。そうか。確かにタエちゃんはそこまで、あ、でも何回か刺されてる。ナイフで刺されてますよ。手と胸も刺されてるね。2回ぐらい刺されてた。はい、はい、じゃあ僕の、やらせないシーン第1話はこちらですね、野崎遥の家が燃えてるシーンですね。なんかやっぱ放火って、まあ本当にこのね、やっちゃった子たちはいたずら半分なわけじゃない、なんか怖いですよね、それが。昔はよくあったんだろうね、こういうこともね。だからなんかね、火が燃えてるって単純にやっぱテンション上がっちゃうから、なんかね、面白いっていう気持ちでやっちゃってるのをここまで人を不幸にするっていうのが、まあやっぱ悲しいですよね。まあ、雪が降ってるってことは乾燥してんのかな。雪が降ってる
乾燥しに行こう、まあ、古い家だからね、やっぱ木造の、うん、っていうことだと思うんだけどね、まあ、確かにこんなに燃え上がるのはすごいですよね、うんうん、爆発してたからね、うん、ガスかなんかに火がついたぐらいのね、確かにね、うん、私はですね、やっぱこれですね、うん、もう佐山さんがもうね、だいぶ追い詰められて殺しもやってるのにね、佐山さんのお母さんが優しいんですよ ね、何があってもお母さん味方だからって言ってね、うん、もう遅いっていうね、うん、もう引き返せないけどお母さん優しいっていうね、これは悲しかったですね、まあ、知らないですからね、うん、まあ、気づかないもんかな、まあ、お母さんもちょっと悪いよね、これに関してはね、うん、ちょっと信用しすぎてますから、うんうん、まあどの親もそうなんですけど、他の生徒のね、うん、これはでも悲しかったです ね、もし本当にあったとしたらすごい悲しいですよね、自分の娘が人殺しになってて ね、うん、それは一番の親不幸ですからね、そうね、うん、どっちもだもんね、この子はいじめられてるし、うん、いじめもやってるしっていうね、まあね、うん、まあダメだよね、こういうやつはね、自分がいじめられないためにもう一人標的を作るようなやつは、そうね、うんうん、こういうやついんのかな、本当に世の中に、いや全然いるんじゃない、それは移ってくっていうもんね、なんかいじめられる標的で立場逆転するとかね、すごいね、うん、いや亡くなるの難しいですよね、確かにそうなると、うん、まあね、はい、俺も多分いじめられてて違うやつのところに行ったらなんかこう、あやっと去ったって思うかもね、いやそれはそうなんじゃない、いじめられてたら、うん、まあね、やるせないですね、だからね、はい、とにかくね、はい、というわけでやるせないシュナンギクでした。さあそれでは今日の一ネタご覧ください、どうぞ。手を見せて、やめろ、そんな目で見るな、手を見せて、よし、あっ、うん、攻め線長いね、よかった、どうもありがとうございました。